今もね、GoPro Hero 5 Black で、撮影してます。もうね、最近はね、休みの日はもうほぼこの、カルマグリップくっつけた状態で、GoPro ばっかりで撮影してますね。もう結構いけるみたい。ただこのマイクだけがやっぱりね、ちょっと音ちっちゃいかなっていうのがあります。このね、マイク問題が解決すれば、ね、本当に、言うことなしです。ピラピラくっついてるストラップが邪魔なので、こいつをね、切ってしまいます。はい、すっきり。今日もね、天気すっごいいいので、恵比寿ガーデンプレイスに、ランチ食べに行きます。せっかく天気いいので、日向ぼっこしながら、ランチ食べたいので、サラダもね、ちょっと買いに行きます。アイスコーヒーが売ってないんですよ。最近、天気が良くて少し時間があるときはランチね、ここで食べるのが気に入ってます。これね、クリスプサラダワークスっていうのかな、このお店。最近ちょっとお気に入りのところですね。恵比寿にあります。今度サラダランチですね。こんにちは、高橋です。ホワイトボード背に背負ってですね、こうやって YouTube 撮るの結構なんか久しぶりのような気がします。今日はですね、税理士事務所さんが打ち合わせに来てくれておりました。で、その税理士事務所さんはリスティング広告、PPC 広告って言ったりしますよね。 Yahoo とか Google の、検索を叩くと上と下のところに広告って表示されるじゃないですか。あれを当社の方でこう運用っていうものをこうさせてもらってるんですよ。で、月にこう何件かがこう問い合わせが来たりってこう成果出てきているんですけれど、でそれをさらにもっとするためにはどうすればいいですかっていうような、そんな打ち合わせだったんです。単純にね、簡単にもっとそれを良くするためにはどうすればいいかって言ったら、お金をこう宣伝広告費をもう少しこう倍にするとかしてですね、分母の数をもっとこう増やしてみるとか、今500件ぐらいがこう広告から流入してきてるんで、ホームページにそれを1000件とか1500件とかっていう数にしていけば、最後の契約の、数とか問い合わせの数がそもそも増えてくるんで、まあ、楽ちんな方法なんですけれど、それとは別個でもう一個こうやれることで、どういうことかなみたいな、そういう話をこうしていたんです。で、そもそも今そのお問い合わせというものがゴールになっているんですけれど、こんなのです。個別相談とか、あとセミナーとかです。こういうものをここから流入してきた、その最後のゴールをこういうものに設定を変えていくんです。お問い合わせっていうのは、今のこちらのこの会社さんだと問い合わせが入ってきます。で、その後に半分くらいの確率で個別相談、個別面談につながっていくんですよ。じゃなくて、最初から個別面談というページにしておいて、そこに申し込みをしてもらう。あとは、セミナーですよね。個別セミナーっていうのは、そうは言ってもね、やっぱり少しハードルが高いです。知らない人
知らない、まあ、今回であれば、まあ、税理士さんですけれど、知らない税理士さんにああでもないこうでもないっていろんなことをこう相談するのってやっぱりちょっとハードル高いじゃないですか。なので一回その会社設立とかね、そういうものに対して、セミナーっていうのでやってるんだったらちょっと勉強しに行ってみようかなみたいな、そういう流れ。そうすると集まりやすいです。やっぱりハードルがね、個別相談に比べるとだいぶこうセミナーって実はまた下がってくるんですよ。なのでコンバージョンしやすくなってくるんですね。その申し込みしやすくなってくるってことです。なのでそういうことをこうやっていくのいいですよねと。あとはそのセミナーに、ゴール誘導をかけていくために、会社をじゃあ作りたいと言って、そういうこの検索ユーザーがですよ、じゃあすぐに見つけてすぐ問い合わせをしてすぐに契約をするかって言ったら、そういうわけでもないと思うんです。やっぱりね、会社を設立作るとかっていうところで少しこう時間があるはずなんですよ。なのでその間に、メールマガジンだったり Facebook だったり YouTube だったり、まあ、とにかくいろんなとこ場所をですね、ソーシャルメディア関係のところを上手に駆使して使いながら、このお客さん、見込みになってくれるお客さんたちに情報提供をしていく。そして情報提供をしていって、この人がですよ気に入ってくれれば、その税理士事務所さんのファンクラブになってくれるんです。ファンクラブね、そうするとファンクラブの人たちは YouTube 見てくれたり、あの Facebook いろいろつながって見てくれたりっていう流れがこう出来上がってくるので、どっかのタイミングでじゃあ一回その先生に会ってみようかなとかいうので、個別相談やこういうセミナーとかっていうところに申し込みがポンと入ってきやすくなってきますので、まあその辺は簡単にはいかないんですけどね。この辺のこういう面倒くさいことをこう、まずサイトの中もこういう申し込みページ作んなきゃいけないし、そもそもこういう情報発信をする、入れ物も用意しなきゃいけないし、情報発信し続けなきゃいけないしっていうのがあるんですが、もうやり始めてるあの税理士事務所さんは世の中いっぱいにあります。こういうところ、こういうことやってる会社さん、なのでやっぱりやってるところに負けちゃいますよね。ここばっかりがどんなにたくさん入ってきたとしても。なのでそういう流れをですね、まあ、ここかここを良くするしかないんです。ですのでやれることを、どんどんやってみたらいいと思います。ご参考にしてみてください。いたよなになになにこれ、あと撮ってんの、撮ってるね、やめて来たよ二平新くん、どんな構えててよかったよこれ。それでさ、え？場所は1なんだよ。完全に取る人来るんじゃないか。どうしよう。何だ変な。起きたよ、おい。起きたよ。来たよ。来たよ。ここにいたの？ここにいそうなんだけど、3人で歩いてたじゃん。都庁の、都庁の何だっけ？そうですよ。そうですよ。ハイテクノーリーだよ。ハイテクノーリー。都庁の何だっけ？展望台。展望台、都庁の展望台。都庁の展望台。都庁の展望台。これ来た。来たよ、ほら。なんだよ、これ。かっこいいじゃねえかよ。もういいね、これ。悟り君、どこ行くんだよ。これいいよ、ここ。悟り君、ここだよ。私？サトル君だよここ。いや、いいからいいです。じゃあ私？ずっと赤いもん。